僕のふるさと福井県は幸福度ランキング日本一にもなったことがある素晴らしい県です。これからご覧いただくショートムービーはそんな福井県のあわら市が舞台。あわらの良さを伝えたいという熱い思いを持った市民の皆さんと映画監督の田中光俊さんが2年の歳月をかけて作った市民参加型ムービーです。脚本も出演もそして撮影スタッフも市民参加による手作り。さあ、どんな物語が出来上がったんでしょうか。ゆっくりとお楽しみください。僕の町、僕は去年東京からあわら市に引っ越してきました。ここはお母さんが生まれた町です。お母さんがこの町を出てから20年、町の景色も人もすごく変わったみたいで、まるで浦島太郎になった気分だと言っています。僕がこの町で最初に驚いたのは春のトリムマラソンです。子供からお年寄りまでがいろいろな格好で走ります。特に子供が走るときはお母さんたちの応援がすごいです。竹田河原の散歩も気持ちいいです。おはよう。お母さんも僕も友達が増えました。いつも僕の頭を撫でてくれるお姉さんも友達です。その次に驚いたのは夏の金津祭り。大きな人形が町中を練り歩きます。お母さんも小さい頃は怖かったそうです。本陣飾りの技もすごい。たくさんの人たちがこの日のために準備をしてお祭りを盛り上げます。あわら湯かけ祭りはあわらに温泉が湧き出たことに感謝し、ずーっと続くようにお願いするお祭りです。僕はシャワーは苦手だけど盛大にお湯をかけ合うこのお祭りならびしょ濡れになってもへっちゃらです。夏休みが終わる頃、僕が楽しみにしているのは寒月の夕べです。お茶席やステージ発表があるし、いろいろおいしいものも食べられます。そして最後は花火。間近で見られる迫力に僕は思わず雄たけびを上げてしまいます。新そばの季節です。この辺りではおろしそばが名物です。新そばが取れるとあちこちでイベントが開かれるからお母さんは嬉しそうです。僕はおそばが食べられないからいつもお店の前で待っているけれど、嬉しそうなお母さんの顔を見ると僕も嬉しくなります。そして冷たい雨が雪に変わり、冬が訪れます。とっても寒いけれど平気です。だってこの町には温泉があるから。寒ければ寒いほど温泉の暖かさが身にしみます。冬の楽しみはカニです。いただきます。お母さんはカニが一番の大好物で、とっても美味しそうにむしゃむしゃ食べます。あ、ゴンゾウくんだ。あわらで一番の人気者のゆめぐりゴンゾウくんは僕の大親友です。人にも僕にも優しくて温かい町、あわら。僕はこの町の人が大好きです。この町はワンちゃんにも愛されてるんですね。雄大な日本海、緑豊かな自然、四季折々のイベントや美味しい食べ物、そして心温まるおもてなし。この町にはそんな幸せの種がいっぱい詰まってますここに来ると自然に笑顔になってしまうのは、きっと幸せな人たちであふれてるからじゃないでしょうか。皆さんも一度来てみませんかああ、できればワンちゃんも一緒に。